はい、皆さんこんばんは、おしゃれでございます。あげたらテクシュー。さて、今日はいよいよゴッドボス、はい、召喚するゴッドボスを倒していこうと思います。前回ゴッドクラーケンっていう、まあ初めてのゴッドボスを倒したんだけれども、まあ、今回もね、ちょっと引き続きゴッドボスを討伐していこうということで、ただ今回は、はい、召喚するやつですね。今言った通り、こちらのターミナルだと、とりあえず今のとこやっぱり3体くらいしかいないんだよね。マグマサウルス、ゴッドモード、なんか、ダークヒエロファント。これ何なんだろう、これ。ヒエロファントって。ヒエログリフの親戚かな。で、リザレクテッドゴーレムだね。はい。まあ、これは多分ロックエレメンタルかなんかの、まあ、なんかやばいやつでしょう。はい。で、今回なんだけど、このリザレクテッドゴーレムを倒していこうと思います。というのも、なんかこいつを倒すと、ベーコンオーバーロード。はい。腕を振るうだけで周りの生物に100万ダメージ与えるっていうベーコンオーバーロードを進化させることができるアイテムがなんかドロップするらしくて、ちょっとそれが気になるなという。はい。ね、なんか最近ベーコンオーバーロードというとか、ベーコンというとどうしてもグリフィンになっちゃってるけど、本家本元はあいつらでしょ。ちょっとわかんないけど、一応本家本元はあのベーコンオーバーロード、あのロックエレメンタル形式のあいつでしょ。だからあいつをもしかしたらこのベーコングリフィン並みに進化させてくれるんじゃないかなという期待を込めて、今回こいつを倒してみようかなと。で、ちょっと今回の戦術なんですけど、多分ロックエレメンタルのめっちゃ強いやつが出てくるんだよ。まあベーコンオーバーロードのなんかやばいやつみたいな感じのやつで、万が一飛べないってなった時にちょっと火力が足りなくなる可能性があるんですよ。なので今回ちょっと背中にっていうか肩にグリフィンを1匹乗っける、ベーコングリフィンを1匹乗っけて、その上でベーコングリフィンで、撃つという、戦うという、まあ、つまり、ダブルベーコングリフィン戦法でいこうかなというところで、はい。で、あと、ワンチャンこれ効かない可能性もあるんだよね、これ。ワンチャンこれ効かない可能性もあるので、まあ、そういう時にね、これ、この、物理、物理は全てを解決するということで、これをやらざるを得なくなりそうなんで、まあ、その場合もちょっと、背中の子に手伝ってもらおうかなと。まあいいや、前置きはいいとして、じゃあ早速やっていきましょう。もう素材はね、見てたので、入ってるので。なんかさ、ゴッドモードのボス召喚するっていうやつにしちゃ、意外と素材優しいよね。まあ、サモニングリージェンとかちょっと厳しいくらいで。ほんとやっていきましょう。さあ、来るぞ。どんなロックエレメンタルなんだろう。リザレクテッドゴーレムってことは、もしかして骨のロックエレメンタルか？出た！なんだ？あ、でも飛べるじゃん。私飛べんじゃん。ただスリップダメージえぐいな。で、これなんだっけ。あ、これあれか、アンモナイトのあれだ、怒りバフだ。怒りバフ、怒りデバフじゃんこれ。あ、周りの生物敵対させるよっていう話。なるほどね。まあいいや、じゃあちょっとやっていこうか。なんか体力や、なんかスリップダメージでえぐいし。さあ、どんな感じですか、ゴーレムさんよ。あ、うわー、マジでリザレクテッドじゃん。え、待って、マジで今骨のゴーレムだった。ちょっと待って、なんだこいつら。ほら、マジで骨のゴーレムだ。骨投げてる。あ、すごい、リザレクシ、あ、なるほどね、こいつら骨をよ、あ、リザレクテッド氏を呼びつけるんだ。え、待って、堂々ワイバンとかやばくね、それ。うわ、すげえ。え、あの、これ当たると撃ち落とされるんだけど、すごい。待って、え、ちょっとかっこよくない？見えねえ、炎で見えねえけど、ほら、すごい。なんだこのマガマガしい、超かっこいいじゃん。呼ばれるリザレクテッド氏はとりあえず600レベルだな。はいはいはい、600レベルなのね。はいはい、了解。じゃあ普通のやつと変わんないと。ただあのスペクトラル系のやつが出てくるとやばい、ね、ちょっとスペクトラル系のやつが出てくると硬すぎて倒すの大変。あ、なんか叩き落とされてるんだけど、何に叩き落とされてるんだろう。ちょっと待って、これ打っていこう、これ打っていこう、あ、これ打っていこう。待って、えぐい、こんなやばいの、リザレクテッドゴーレム。待って、体力なんだ、体力。ちょっと待って、あれ消えた、消えてないよね。ちょっとデバフがえぐいことになってんだけど。で、しかもさ、あの、これリザレクテッド氏倒しまくってるせいでさ、ボスがめちゃめちゃ湧いてるんだけど、どういうことやねん、お前、ふざけんなよ、ほんと。どんだけ湧いてんの、リザレクテッド。ほら。え、なるほどね、もう集団で襲いかかってくるよっていうやつなのね。オッケー、了解。じゃあいいや、ここにいるわ俺。 あ待って、俺ちょっとここにいるわ。いいね、背中のほれ、ベーコングリフィンがいい感じに打ってくれてるよ。
応さ、俺意外と食らってないんだよな。ちょっと ゴーレムのレベル知りたい。ゴーレムのレベル、背中のやつが戦ってくれてるから、ちょっとあののんびりやりましょう。のんびりやってる場合じゃねえけど。あ、消えた。あ、いたわ。よかったよかったよかった、びっくりした。これなんだろう、骨。これ頭の骨がワイバーンみたいになってない？おい、こんだけアーマーつけてて4万5000くらいのこの投石やばいだろ。飛べてんのか飛べてねえのかわかんねえんだけど、これなんなんこの変な飛び方。やばくね、あのさ、堂々ワイバーンってさが出てきてんだよ。で堂々ワイバーンだとあれあるじゃん、ほら、あの毒ブレス、あれ撃たれたらやばいぞ。あの今一番怖いのこれなんだけど、毒ブレス撃たれることなんだけど、もういいや、とりあえずちょっと撃ちますわ。俺ちょっと撃ちますね、もう怖いんで。あ、待って、あ、ほら見える、頭がこれやっぱワイバーンかなかなんかになってる。これおいおい、もう何が何だか分かんねえこれ。おいおい、ちょっと飛び入りゲスト来てる。ちょっと待って、飛び入りゲストやめろお前。ミスティカルギガ来てんじゃねえかお前。飛び入りゲストやめろ。え、あー、飛び入りゲスト、ファンタズムブルードマザー来てる。ちょっと飛べなくなるからやめて。お前が来ると飛べなくなる、やめろ。よし、え、待って、あのさ、結構真面目にやらないとこいつ体力全然減ってなくない？これ真面目にやらんと体力減ってねえぞこれ。ほらリザラクテッドゴッド全然減ってねえじゃん。え、何 100億ぐらいある、もしかして100億。いや、もうちょっと、うん、もう ここから打ちましょう。ここからここから打とう。俺はここから打ち続けよう。もう知ったこっちゃねえ。全部吹っ飛ばせ、まあ、あの下に何が言うか、もう知ったこっちゃねえ。全部吹っ飛ばしてやろうぜ。これ知ったこっちゃないっすよ、こんなの。もう絵面なんか気にしてられるかよ。もうこんなはちゃめちゃな絵面見せてんだから、もういいだろう。もう下に何が言うか、もう全員吹っ飛ばしてやろうぜ。もうこれあれまーだから、また飛び入りゲスト来たぞ。ほらお前ブレス効かねえんだよな、そういえば。また飛び入りゲスト来たよ。もうてかさ、あれなんだよね、デバフダブルでかかってない、これ平気。あ、オッケー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 。どこにいんの、ちょっと海の中で戦うのはきつくない？ちょっとお互いさ、ちょっとお互いのためを思うとさ、海の中で戦うのすげえきついと思うんだよ。ちょっと下降りようぜ。降りろボケ。よし来た。着地してた方がいいだろこれ、多分。これ着地してこれ撃ってた方が、なんかミスティカルマンモスが出落ちたぞ。あのさ、さっきからボスがマジでずっと出てくるんだけど、確かにゴッドモードのボスってやばいね。これこんなことになるんだったら本当にやばいですよこれ。あそこね、はいはいはい。おい、何が起きてるんだよ、ちょっと本当にマジで。また来たよもう。おいねえ、実質ボスラッシュじゃんこんなの。実質ボスラッシュじゃん。ねえ、ちょっと待って、ついにボス素材が持ちきれなくなったんだけど、嘘でしょ。もうどこに誰に当たってるダメージか分かんねえよこんなの。もう誰に当たってんのよこのダメージは。このダメージ容器は誰のダメージ容器だよ。ちょっとダメージ容器なくしてみるこれ。あー見づらい、あー見やすい見やすい、あー見やすい。これはい、こうなります。マジゴットマジ見えないんだけど、マジゴットマジなんだけど。あ、見えた。チラミしたんだけど、多分半分くらい削れてる。あ、全然削れてねえわ。ちょっと待って、あのさ、ごめん、一回ちょっと確認したい、これ。あ、ギガルトのサドル手に入った、やった。いや、そんなこと言える場合かよ、これ。この状況で誰が生き残れるんですかね、これ。こんな状況で。
すげえ、ほんと今までで一番派手で一番だるいんだけど、ほんともう話すことねえ、もう黙っていい俺なんか見せ場来るまで、あのゴッドしなへんもんだってこいつ、ほらゴッド今ちょっと待って、これ10億の男、オッケー、わかった、10億の男でした、はい、え、なにこれ、待って、視点がおかしい、死んだ、オッケーオッケー、あ、10億の男だった、なるほどね、で、あの、それが、まあ、いろんなやつが出まくってるせいで、あの、10億どころの話じゃなくなってると、300億ぐらいあるんじゃないの、実質300億ぐらいありそうだけど、またかあんた、またすか、あ、死んだわ、ねえ、ボス手伝ってよ、もうノーマルモードのボス、今までお前らさ、こいつになんか嫌がらせ受けてたろ、なんかゴッドモードから嫌がらせ受けてたろ、そろそろさ、あの、俺ら手を取り合ってさ、こいつ倒して下克上するときじゃねえのか、そろそろ見てねえでさ、ほらお前体格結構あれダブルじゃんこいつと、そろそろ俺ら手取り合って戦うときだって、これ頼むよマジで、敵は俺らじゃねえよ、敵は本能寺にあり、違う、あの、ここにありだよ、敵は俺らの敵はここにありだよね、あそこなんかこれボスの吹き溜まりになってんだけど、エターナルボスの吹き溜まりみたいになってんだけど、あー3億削ったよ、うんこんだけやってまだ3億、これさ思った、これもし今回ちょっと討伐失敗したら、これ白ハメするわ、白ハメ、これ白ハメして動き止めた方がいいわ、これはこれ白ハメするじゃん、でこいつの動きを止めてひたすらこのメテを打ち込むっていう、そういう戦法にした方がいいよ、これこんなダメージ効率悪くてやってらんねえ、こんなの、待った、止めなくなった、誰だ、止めなくしたボスが来た、なんだ、誰が来た、止めなくするボス来やがった、まあ幸い今のところ止めなくても支障はないが、誰が来たんだ、誰が来てる、ちょっと待って、誰が来てるかわからん、というかそもそももうゴッドタイタンがどこにいるかわからん、あ、いたわ、あ、どこだ、射程この辺り、え、誰が来てるんだ、ウルサメジャーだ、ウルサメジャーが嫌がる、ノーマルボードだよね、オッケー、ウルサメジャー来てるんだ、そっかお前も来たか、そっかウルサメジャーも来るのか、ちょっと待って、え、嘘でしょ、ビッグフット溶けるんだけど、え、ビッグフットが溶けてんだけど、どういうことだよお前、やべ、ウルサメジャー倒さないと飛べねえぞ、ウルサメジャーどこにいんの、あいつ、あ、そこか、ウルサメジャーは分かりやすいな、体力ゲージ消費されてるから、またギガ出てきた、ほんと、え、あの、今日一番俺ミスティカルボスと戦ってるよ、俺ウルサメジャーに撃ちたい、待って、飛べる、あ、飛べた、よかった、飛べたけど、ちょっとおい、ボスだらけじゃねえか、お前ウルサメジャーの、うわー、タイタンゴッドも来たんだけど、で、まだいるの、え、ちょっと待って、ゴッドいる、お前じゃないよ、お前じゃない、このゴッドいる、え、いなくなった、ちょっと待って、え、いない、え、違う、お前はいいんだよ、お前を倒してもしょうがねえんだよ、あ、もういなくね、これあー、これ絶対いないわ、なんかどさくさに紛れて消えたような気がした、あ、はい、うん、消えてますね、はい、いや、ボスの吹き溜まり大変なことになってんな
まあ、関わる気はないけど、どうなった、あんだけやってどうなったよあんだけやってどうなってんだよ。まあでも意外とそんな美味しくない。冷静になって振り返ってみりゃ実はあんまり美味しくない。そう、すごいすごい、ほら野生のベーコンとボスが戦ってる。ほら、うわ、嘘、野生でこれボス倒してるじゃん。あっちかあいつテイムしなくても野生で倒せるポテンシャルあんの。あ、待てか、あれかあれか、俺だからか、そっか、俺だから火力がえぐいのか。ああ、ここか、前戦ったところって。ここはそっか、入れないのか、ベーコンが。いや、でもまあクライオポットでなんとか無理やり押し込めるかな。ジンクス、そうだね、ジンクスに比べるとでかいもんね、グリフィンって。そういえば忘れてたわ。いくそー、なんだ、よし、さてうまいことハマってくれよ。うわ、ギチギチだなおい。俺でもギチギチなのかこれ。これ主観視点でやんなきゃダメかこれ。うわー、狭いな。ちょっと狭すぎたかなこれ。上でもよかったかもしんないね。上の少しちょっと広いところ。お、出た。あ、オッケー。あ、起きました。まあ、何が起きてるかはまあ分かんないけど、うん、オッケーオッケー、いけそうですわ。何が起きてるか分かんないけど、うん、大丈夫、なんとかなりそう。なんとかなりそうです、はい。多分なんかギガドトがいるっぽいけど、よく分かんない。え、待って、これゴッドいる？え、これか。あ、このなんか、あ、これだ。このなんか一本なんか黒いのがちょこっと見えない。これこれだ。これがあれですわ、ゴッドですわ。ゴッド リザレクテッドゴッドですわ。ここに当てればいい。ここに当てればいけるわ。ここになんか、これここになんかちょこっと足見えてるでしょ。これですわ。これ、うん、これですわ。ほら、オッケー。なんかあのマイクラのさ、なんか自動なんとか装置をなんかやってる気分になってるの。俺だけ、俺作ったことないけど。ATM かな、あのお札数えてる時の ATM かなこれ。じゃじゃじゃっていうあれあれかな。まあいいや、ちょっとこのままやってみるわ。あの何も語るような光景ではないのでこれ。あのちょっとツボになるの俺だけ。軽くツボなんだけど俺だけかな。あー、よく見えるわ。はい、あ、待って、なんだこれ。さっき見えなかったけど、キリンガーザチャンスとドロップアンアローというテーマファーストザリザレクテッドディノス。ああ、なるほど。あ、よくわかんねえわ。あの、はっきり言うよ、はっきり言っていい。あのさっきのしっちゃかめっちゃかの方が楽しかったよ。あ、これ楽だけど、すごく楽でいいんだけどさ、さっきのしっちゃかめっちゃかの方が楽しかったよ。絵面的にも、もう作業的にも。うん、なんだこれ。これが神との戦いなのか、これ。ゴッドオブウォーでこんな戦いやらされたら俺投げるよ。ラグナルクなやめるよ俺。勝手にやっててください神様ってなるよ。削ってたと思うけど、でちょっとね、今思ったのが、肩に乗ってるベーコンオーバーロードが攻撃してくれてなかったのよ多分。だからおそらくここ狭すぎて上のやつを認識できてなかったんじゃねえかなと。だからもうちょっと広い場所でやろう。
やっぱりちょっとここでやるか、あの上でやるとさ、この吹き抜けから落っこちそうだから、やっぱここでやろう。よし、じゃあまたカチカチするか。ただここはもうさっきより広いから、おそらく肩のベーコングリフィンが攻撃してくれるはず。そうすれば多分理論上は削れると思うんだけど、多分あと体力1億ぐらいだったでしょ、さっきのやつも。はい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 、もう行くよ、はい、もう行くよ、もう行くよ、はい、もう行くよ、はい、もう行くよ、はい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 、悪夢再び。あーちょっと待った、あ、待ったくそ、そっか、仲間たちも動けるか、これだと。うわー、弾き出されたし、もうすでに弾き出されてる。あの中に入れて、まったく。いる？あれ？え、ちょっと待って。ソン。速攻でいなくなってんじゃねえか、あいつ。いや、デスポーン早すぎ。デスポーン早すぎだろ、お前。ふざけんなよ。あ、ちょっと待って。てかさ、思ったんだけどさ。俺、何を考えてんだ？俺、セックスチェンジポーションさ、あれ、グリフォンに使ってさ、メイトブーストかけりゃいいじゃん。なんでこんな単純なことに気がつかなかったんだ、俺。そうだよ。メイトブーストかけろよ。で、もう一つ。これ、ディノマインドワイプポーション使って、これ、なんとかできないかね。これ、ステータスをちょっと振り直すっていう。これ、できるかな？そういえば。いや。できそうですね。じゃあちょっとこれまたもう一回メレーにガンブリして、この子こっちの子をメレーにガンブリして、いやでも変わんないかな、これは。最終的に2万3000だった。メレー2万3000で、あ、ちょっと上がった、ちょっと上がった、いいね、ちょっと上がったわ。でさらにこれで、これセックスチェンジポーション使ってオスにすると、そうすることでメイトブーストがかかる。よし、来た。あ、そっか、肩に乗っけてる状態だとダメなんだ。メイトブーストかかんないんだね。あ、そうなんだ。肩乗せダメか。さあ、うまくいって、本当に。もううまくいって、本当に。ちょっとまたなんかとんでもないことになってる、またとんでもないことになってる。あ？どこにいるんだ？あ、上でスタックしてるんだ。あ、マジで？ここでスタックしてくれんの？ありがてえ。え、じゃあちょっと待って、このままいけない？な、お、どうした、どうした、今出た、出たリザイティックとゴッド倒したって、出た倒したぞ。死体はさすがに残らなかったか。あれ？あ、リザレクテッドエッセンス、エッセンスニーデッドフォーサモニングリチュアルズ、何これ。
サムリングリチュアルズ使えんの？使えねえの？え？そしてこれなんだ、リザレクテッドメタルアロー、ワイルドリザレクテッドトゥーテイム。え？リザレクテッドをテイムできんのこれ。 It cannot be used to spectral boss。 あーなるほどね、スペクトラルとボス機には使えないと。なるほど。え？あれは？ベーコンゴッドのあれはどこに？なんだっけ、ベーコンオーバーロードを進化させるあれは？はい、というわけでちょっと帰ってきたんですが、本当だったらこのベーコンオーバーロードを進化させるためのアイテム、ほら今出てるリザレクテッドアームとかリザレクテッドボディとか、これが手に入るはずだったんだけど、あれなんだろう、なんかあれが食べなきゃいけなかったのかな。でもな、食べたよな、死体消えてたから、死体消えてたから食べてるはずなんだけどな。俺持ってないし、え、待って、いや食べたよな、どっちか、どっちかが食ってるはずなんだよ。で荷物いっぱいになってるわけじゃないから、なんかそのまま消えたとかそういう話ではないと思うんだよな、これうん、な、え、なんだろう、何がいけなかったんでしょうかね。でその代わりに手に入ったのがリザレクテッドエッセンス、エッセンスニルトフォーサモニングリチュアルズって、なん、リチュアルズってなんだこれ。これなんかいたっけそんなやつ、リチュアルズなんて。まあ唯一わかんなこれだな、このリザレクテッドメタルアロー、シュートやワイルドリザレクテッドトゥーテイムって書いてあるから、なんかリザレクテッド種ってあの骨のやつ、あいつらってテイムできなかったじゃん。ただ例外的にこれを打ち込むことでテイムができますよって、多分そういうやつじゃないかな。まあ1本しか手に入ってないことを見ると、これ1本でテイムができるとかそういう感じでしょう。要はまあリザレクテッドゴッド、すべての死者を束ねる、すべての生、なんだっけ、生ける屍を束ねる神を倒したわけだから、その神の力を持って生ける屍をテイムするとかそういうやつでしょ、おそらく。ただまあスペクトラル種とかボスには使えない、まあリザレクテッドゴーレムはテイムできませんよと。あいつテイムしてえな本当に。はい、というわけでなんか紆余曲折ありましたけれども、なんとか、ゴッドモードのボス1匹リザレクテッドゴッドを倒すことができました。本当だったら今日、ベーコンダディもちょっとテイムしたかったんですが、まあ、残念ながらなんかの要因によってテイムできるアイテムが手に入らなかったと。なんだろうな、まあ多分まあ死体を食べ損ねてしまった結果手に入らなかったのか、それとも素材がランダム入手なのかなっていう。今回はこの素材が手に入ったけども、もう一回倒すと手に入るとかそんなオチかもしれない。うん、ただもう一回やりたくないな俺は。うん、もう一回はやりたくないんですが、まあ一応ね、一応まあ倒せましたのでよしとしましょう。はい、なんか腑に落ちねえけど。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。はい、すみません、ちょっと最後に造形がちょっと気になったので、はい、コマンドで呼び出してフォーステイムしてみました。一応フォーステイム使えばテイムすることは可能ですね。はい、まあなんかモデリング的にはいろんな生物のスケルトン、あのこれハロウィンイベントのスケルトンスキンからちょっとモデリング持ってきていろいろ組み合わせてロックエレメンタルにしたみたいな、そんな感じっすね。肩の部分はティラノサウルスの骨使ってて、まあなんだろうねこれ、頭の部分はやっぱりワイバーンなのかな、なんかわかんないけど、あとその他はまあなんかいろんな生物の肋骨とか背骨とか、あとは足の骨とか組み合わせたりとか、そんな感じっすね。はい、まあ一応操作見るか。一応操作的にはまあ普通に歩けて、まあ左クリックで普通にパンチ、右クリックであの骨投げる、なんかのあばら骨投げてるってやつ、これがなんかめちゃめちゃ吹っ飛ばしてるのが良かったと。でああ、なるほどね、コントロールキーでこんな感じで取り巻きを呼んでたんだ。なるほど、そういうことか。うわ、めっちゃ出るね、こんなにいっぱい出てたのかよ。で Z キーなし、 X キーなし、 C キーでなんか、なんか邪悪なパンチを放てると、邪悪なパンチが放てる、そんな感じっすね。よいしょと、当たり判定がない、当たり判定がないのか。なるほどね。いやー、これ実際テイムできたら面白いだろうな、こんだけね、いろいろと、ほら骨恐竜リザレクテッド種従わせられたら面白いだろうに。一応まあフォーステーム使えばやれるんで、まあなんか興味のある方は、俺はまあちょっと本編ではやんないけど、これなんでこんなことしたのかっていうと、まあ、造形見たかったっていうのと、サムネ撮影用です。はい、本編では何にも見えなかったんで。